はい、I'm back, welcome back! アンメーカーパティスベースインニューヨーク、どうもケントです。よろしくお願いします。で、今日はサチです。I'm back, welcome back! よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、あのサチサチチャンネルのサチさんと今日コラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当前回はあのサチさんのチャンネルでメイク対決させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当にあの未熟な私のトンチンカンメイクをどうぞよろしくお願いします。いや、もうあれはね、あの皆さん見てほしいんですけど、あれサチさん時間かけてて、あと眉毛描いてたらもう同点でした。メイク上手くてびっくりしました。なんで多分ね、日本とかで、今日はズームですけど、日本とかでまたコラボするときは本当になんかメイク一緒にして、なんか素敵なものを一緒に作れるようなコラボできたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ケントさん、はい、今日の私のメイク見てください。いや、もうね、あのめちゃくちゃイケてるなと思って。これね、ケントさんをイメージしました。そして素敵なイメージ、ほんまや、ピンクとデニムで、ピンクとデニムでめちゃくちゃ嬉しいです。今日はケントウツボです。まあ、メイクの話ちょっと最初にね、あのこれから皆さんのちょっとあのインタビュー形式で今日は対談したいんですけど、あのその前にちょっとメイクの話すると、海外ので通用するメイクやなと思うんですよ、サッカーのメイクって。で、なるほど。そうなんですよ、そのしっかりした色味とかってなかなかやっぱ日本の人だと出すのってすごい難しくて、でそれをしっかり出せてるし、で結構メイクさんでも海外来ると失敗するんですよ、色味を出せないっていう、うん、で僕はどっちかって LA みたいなこういうかっこいいダブルラインとか、あのそういうメイクはしないんですね、うん、なぜかというとニューヨークって実はほぼほぼ結構ナチュラルメイクの国で、もうファッションっていう業界がナチュラルもしくはアート、うん、だからこの前コラボさせてもらった動画もそうなんですけど、ちょっとふわっとした、うん、どちらかというと海外より、海外のファッション寄りのメイクをやらせてもらったんですけど、うん、だからそういう色味を出せるっていうのを僕もめちゃくちゃ時間かかったんで、ほんまに研究してるんやなって僕は思う。もうね、1ミリでもね、こう可愛くなろうとしてるんですよ。もうだいぶもう前行ってると思います。1ミリじゃないです。さすがです。もう本当に上手だと思います。嬉しいです、本当に。今日はね、あの人の心を動かす仕事、美容の仕事っていうのを一緒にお話していきたいなと思います。よろしくお願いします。歌手さんって、はい、あの今でも歌手がメインのお仕事ですよね。で、そうです。なのになぜこのメイク系とかファッションをフォーカスするその美容の仕事、この YouTube 見てても美容が結構メインじゃないですか、美容とか。そうですね。美容ファッションってとこで僕とほぼ一緒なんですよ。僕もメイクとファッションっていうので、はい、メイク業界っていうかはファッション業界のメイクさんなんですよ。なので、なぜそういう仕事に就いたのかなっていうのを聞きたいなと思います。そうですね、私去年まであの所属してた芸能プロダクションを辞めて今フリー の、うん、あのタレントというかフリーの歌手になったんですよね、はい、なのでなんかもう思いつくことを全部やってもう楽しもうって思ったのがまあきっかけなんですけど、自分がタレントとして歌手としてやっぱり活躍の場をどっか見つけなあかんなって思った時に、そのこの体型を生かしたこのプラスサイズモデルっていうこともあって、うん、なんか私もっと面白いやつなはずじゃないのかと思って、なんか自分のすっぴんから、うん、こんなにフルメイクやってんでっていうのも見せたりしたら面白いんじゃないかなっていうところから始まりました、うん、いやめちゃくちゃ素敵やと思います。僕もそういう感覚です、うん、あのメイク業界でも僕よりメイク上手い人なんてめちゃくちゃ多くて、で僕はメイクが独学で、やっぱりそれはメイクの学校出た、メイクの美容院さんに働いてたっていうと、メイクの会社に勤めてる人とだからしたら全然スキルの差があったんですよ。でもそこでファッション業界でメイクをどう勝負したらいいんだろうって、だからこの絶対すごい、やっぱさっさん今めちゃくちゃ人気ある YouTube、ね、チャンネル持たれてるんで、もうこの後でも僕はあの歌手としても見ていきたいですし、あーありがとうございます。でちなみになんですけど、僕地元の子、地元の子たち、友達の中で一人だけまだ唯一騙されてる子がいるんですけど、その子、その前僕、そのコロナの時に地元の子と電話してたら、ケンちゃんって呼ばれてます。ケンちゃんさ、あの寿司握れるようになったんかなっていう話をしてたで。
何の話してんの。僕19歳の時にこっち来てるんですけど、20歳の時に、はい、僕お寿司の修行で行ってくるっていう話を来てること。何を言う。もうなんかしょうもない、あの10代の多分嘘なんですけど、もうお寿司ニューヨークで握りに行ってるっていう、あの昔堂本光一が寿司の修行行くっていう映画があったんですけど、それを見た瞬間に言ったのが、ずっと騙されてる友達います、お寿司といえば。じゃあもうあいつそろそろカウンターに立ったかなとか思ってるんや。だから友達に言っておいてって言いました。あのに握れるようになったけどコロナで大変だって言われて。ほんまのこと教えてあげな、あれや。あれだから僕メイクやってるの知らないと思うんです、彼は。そんなもうみんなが、もうみんなが知ってる、はい、そんなケミオさんとかのメイクとかもされてるのに、はい、教えてあげな、あれや。はい、そうなんですけど、でそのもう本当にバカにするように話してたらしいです。しかもケンちゃんの働いてたお寿司屋さん、何やったっけっていう名前が、僕その時にふっと考えて嘘ついたのが、一発おにぎりっていうお寿司屋さんなんですけど、いうところで働いてることになってます、地元では。なんかジャパニーズ一発みたいな感じ。おにぎりちょうど涙出てきた。聞きたかったことがあったの、はい、今後こういう女優さんにメイクしたいなって思う、うんうん、ハリウッド女優とか、はい、歌手とか、なんかいますか？女優さんっていうのはあんまりなくて、でモデルさんなんですけど、その、まあ、僕らの学生時代のモデル全盛期の時のモデルさんがいて、その人のに1回会ったことあるんですけど、はい、その人を仕事の現場でメイクしたいなっていうのは思ってますね。すごい。僕初めてファッションショーをやったときに、もうすごい緊張してて、まあ、アシスタントに、その目の前にポンと座られて、あなたメイクさんでしょ、メイクしてって言われて、あ、でも今日はメイクするつもりなくて、アシスタントに来てるから、ジョイみたいな感じで、メイクやってみたいに言われて、あ、OK、でメイク始めたんですよ。なんかスキンケアの段階で、メイク、レッドリップで終わる、あの、ニューヨークファッションショーだったんですけど、OK、でもスキンケアで OK って言っていこうとするんですよ。OK じゃなくて全然終わってないよ。じゃあどんだけかかるの、もうちょっとかかる。で次じゃあファンデーションのやったら OK って言って、もうその後にまだ終わってないっていう、もう人気だからカメラマンとかもすぐ隣でるんですよ。そこからもう逃げちゃって、ファッションと始まるまで帰ってこなくて、僕が触ったもって一人だけレトリック見れてなかったんですよ。ねえ、まあすごい、まあ苦い思いがあった。なるほど。で、まあメイクされるのが実はめちゃくちゃ嫌いなモデルさんだったんです。あ、そうだったんですね。だからもう、ね、もうパッとやってパッと終わってほしかったってことですか。ね、変なメイクしないで、私もナチュラルがいいんだから、自分が自分のこと分かってるというか。なるほど。で、最近あった仕事ではめちゃくちゃメイクする仕事だったんですよ。はい。でもう、うわぁ、どうしようって。まあ、最初前半ポンポンポンってやっていくんですけど、ここら辺も結構素晴らしいモデルの子が集まってくれて、で最後にまあボスかのようにポンって来たんですよ。でまあそこでまあメイクしたら、何ですかね、メイク嫌いなんでしょみたいな話をしたら、昔は嫌いだったけど、まあ、やっていいよみたいな。でメイク、なんかちょっとなんか心境の変化があったんですかね。多分コロナで私変わったからって言ってて、私コロナで変わったからっていうのを言ってて、で最初はメイクさせてもらって、完成した時にめちゃくちゃ喜んでセルフィー撮ってくれたんです。すごい。その時に、うわー、これ来ためちゃくちゃ嬉しいっていうのはあります。なので、その女優さんとかっていうのは、すごくはないですけど、まあ、やりたいモデルさん何人かいて、あ、でも、会いたい人はいます、いっぱい。シュワちゃんとか会いたいです。シュワルツェネッガー。はい。あのね、そうなんですよ。シルベスタ・スタローンは僕会ったことあるんですよ、現場で。嘘。はい。シワちゃんとか、もう、あの小さい頃から映画で見てたジャッキー・チェンとか。あ、私ジャッキー・チェン大好きなんですよ。誕生日も同じです。あ、そうなんですか。4月7日。はい。そうなんですよ。ジャッキー・チェンに憧れて、私7歳か8歳ぐらいの時に、あの強くなりたいと思って、いつかジャッキーが迎えに来ると思ってたから、
とりあえず柔道を始めたんですよ。だけどあの10歳ぐらいの時に、はい、あ競技違うなって気づいたんですけど競技違いましたね。道義聞きではなんとかなると思ってたんですよ。カンフーキックとか見てたから。ザッキーの敵で出てくる。そう。こっちかっていうと組織側になったんですよ。戦えみたいなやつが来たんです。ぜひこの今日のなんか NSC あのザッキーちゃんのエンディングみたいな本当のことお願いします。でやってほしい、やってほしい。ハートみたいな。タンタタンタタンタタン。タタンタちょっとそれでお願いしていいですか、すいません。そう、ケントさんなんて特にそのメイクをされるだから、はい、こだわりにぶつかると思うんですよね。その人が持ってて、はい、こだわりにもう真正面からぶつかる瞬間じゃないですか、うん、やっぱこういうメイクをしてほしいとか、うん、そういうメイクはやめてとかっていう注文はあるんですか、はい、ありますあります、全然ありますし、で持っていき方も、うん、自分はこうだけど、あなたはこういうのが好きなんだね。じゃあ、その、いいとこを残して、こういうメイクしようか。っていう風にやることが多いです、ね。はい。だから、自分がこれやりたいっていうので、やってきたことは実はなくて、だから、それこそ僕が来た時はナチュラルメイクがトレンドで、ナチュラルメイクでしかほぼ仕事がなかった時だったんです。で、その時期にちょっとまあ、こういろいろお仕事もらい出したんで、まあいろいろ言われました。あの子ってナチュラルしかできないじゃん。もうナチュラルしかなかったんで、YouTube で来るアンチみたいなもんだと思うんですけど、ナチュラルメイクしかあの人できないよねってずっと言われてて、で、ある日を境にナチュラルかクリエイティブメイクっていうのにポーンって差が出たんですよ。で、クリエイティブメイク一本やったことによってそれで火がついて、今ではなんかアートメイクする人みたいなイメージなんですけど。実はナチュラルなメイクはめちゃめちゃ好きなんですよ。やっぱナチュラルってやっぱ人の良さをナチュラルに引き出すってめちゃくちゃ楽しい。そう。でもね、ブスには難しいんです。そこにもそのナチュラルの定義っていうのが僕の中であって、例えばメイクをしないっていうのをナチュラルって捉えたと思うんですけど、ナチュラルっていうのはその人の良さをどう引き出すかがナチュラルなんですよ。って僕は思ってるんですよね。だからパンクロック好きな人でも、うんうん、そのじゃ今日のメイクはサチさんにとってはナチュラルで、ピンクやブルーブラウンに変えることがそのメイクを変えていくっていう、僕の色をのせるってことであって、その人のナチュラルをクリアできないとナチュラルメイクはできないのかなって思って。なんか今すごい救われました、うん、だから私らしくあるのがナチュラルってことで、だからそれってメイクじゃないって言ってる時点で僕はナチュラルメイクのこと分かってない。なるほど、もう私ね、1ミリも分かってませんでした、今日、今まで。そうなんですよ。もっと多分メイクの楽しさが出てくると思う。また光った遊び方が。ありがとうございます。めちゃめちゃ勉強になりました、ほんまに。わ、よかった。ナチュラルです。ナチュラルっていうのはそういうことですね。で、僕は考えてやってます。じゃあ、最後に、サチさんの動画とか見させてもらってて、なんかどうやってそういうふうに人の心に寄り添った動画を作っているのかとか、そういう人間性になってきたのかとか、ちょっと最後聞かせてもらっていいですか。はい、私はもう結構ね、もう人生がジェットコースターのごとくえらい目にも追ってきてるんですよ、うん、でも人にはちょっと話せないかなっていうぐらいもう辛い思いも結構してきたんですけど、まあ、そういう経験もあって、その全てその人もそうだし自分自身のことももう許そうと思ってるんです。今もうしょうもない悩み抱えとってもいいじゃないとか、こんなことでくじけたっていいじゃないとか、今日頑張られなくてもそれでもいいじゃんっていうことで、なんて言うんだろう、最近やっぱりみんなが他人に厳しすぎるから、やっぱりもうみんなでお互いにうちらだけはええとしょうやっていう感じでそのつながっていけたらなって思ってるんですよ。なので私の YouTube でこう私を見てくださった方もやっぱり縁があって私を見てくれてるわけやから、まあ、お互いまあよしとしょうやっていう、こう絆みたいなものを作っていければなって思ってるんですよね。生き方ですね。僕がそのサチさんの視聴者さんがなぜあそこまで心が動いてるのかって思ったのが、うん、やっぱ感じました。結局自分が悩んだ数、苦しんだ数、人に寄り添えるのってそれを知ってる人じゃないと無理なんですよね。
やっぱり僕はすごいネガティブだったんですよ。正直繊細だし、めちゃくちゃ厳しいだしと思った時に、気にしなくていいやんって周りの人みんな言ってたんで、8年正直それで悩んだんですよ。うん、で、コロナになった時にもう、コロナになって、つい終わりかけの時に、帯状疱疹っていう病気あるじゃないですか、になって、もうどん底まで落ちてきたんですよ。で、一気にすごいそれがスイッチが変わった時に、やっぱり似たような人が周りに出てきてくれて、で、サチさんのお話聞いて、あ、すごい、本当に似たような考え方してた、すごい嬉しくて、多分自分が苦労した分、何かしようじゃなくて、自分が苦労したからこそ理解ができるっていうことなんでね。うん、そうです、そうです。うん、なので、本当僕たちが何か、僕たちでお返しできることは、またちょっと何かお返しさせてください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、で今日は、じゃあ本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録で、カスさんのチャンネルは下の説明欄に貼ってるので皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はーい、じゃあね、バイ。Recording. I'm back. あれ、これ時差ありますか？もう一回。I'm back. マスさん全然覚えてないじゃないですか。ポプラはめちゃくちゃ言ってました。ポプラ。ポプラっぽい。ポプラっぽかったです。ポプラ感出てます。ポプラ感出てる。はい。だね、バイ。